小林製薬が販売する紅麹のサプリメントで健康被害が報告されていることを受け消費者庁は来週にも機能性表示食品をめぐる検討会を開催すると明らかにしました。消費者庁によりますと検討会は大学教授や医療関係者ら外部の専門家で構成され来週にも開催される見通しです。 機能性表示食品の届け出でおよそ7000件について健康被害の情報収集のほか製造・販売過程における安全性の確保や健康被害の情報の報告を義務化するかどうかを議論するということでです。5月末ままに取りまとめを行う方針です。